ビストロ始めました。はい、どうも、つぐみです。なんか今自販機に行ったらボスでビストロって書いてあるんですね。スパイシーコンソメスープとコーンスープで、こんなのがあったので、まあ、ぜひ、まあ、どんな味かなということでレビューをしようと思って買ってきました。で、ちょうど今肉体改造の二人がジョギングしてもう喉カラカラで帰ってくるので、これで喉を潤してもらおうかとそう考えておりますので、あと少しで帰ってくると思いますから、ちょっと待ってください。なんだろう、暗くなったら赤が曇ったりしてますね。これじゃないですか。だいぶ違う、今見てなかった。いや、あの途中で今話してる途中も本当ね、うん、暗くなったり明るくなったりしてる。なんか斉藤さんじゃなくて新井さん来てんじゃん。あれ俺がなってる。いや、なってたよね、なんか少し。帰ってきました。はいはい、お疲れ様。何人から、どんぐらい走ったんですか。10キロ。10キロ。汗かいてなさすぎでしょ。見てみて。もう何センチ走ったの。50センチぐらい。じゃあ、喉渇いてるから飲み物いらないか。いや、喉渇いてますよ。水飲みたい。はい。はい。めっちゃ。じゃあ。どうぞ。どうぞ。じゃあ、コンスープ。マジか。キンキンに冷えてますんで。ぜひ飲んで。コンソメスパイシー。はい、いただきます。じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。ジョギング後にどうですか。美味しいです。うん、まい。これ好きな人にやるかもしれないですね。好きじゃないよ。G は好き嫌い多いですよね、意外と。わがままボディだから。うん、まい。かつくわ。ごちそうさまでした。玉ねぎと、ビーフのうまみ、スパイシーコンソメスープ。好きな人にはいいんじゃないですか。あー、出たよこれ。うん、ごろ、ああ、コンソメスープを飲んでみたい人はチャンネル登録、コーンスープを飲んでみたい人は高評価、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。あいつら絶対走ってねえな、これ。これ普通さ、走った後飲めないでしょこれ。絶対嘘。俺普通に飲んでましたからね。あと10キロ走ってもらいたいと。痩せる気がないんですよ。そうですね。何かさせましょう。ということで、次の企画は、もうあの二人に、ハード調教していきたいと思います。痛い、やめて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 、痛い、痛い、痛い、やめて。